羽田空港の国際線ターミナルがオープン後最初の週末を迎えましたが、日本人観光客が殺到して大混雑となりました。最上階の展望デッキでは世界に飛び立つ飛行機を見ようとたくさんの人でにぎわっています。国際線ターミナルがオープンして初めての週末を迎えた羽田空港は朝から大混雑だ。いや、びっくりして、もう迷子になりそう。1時間ぐるぐる回ってやっとここ来たんですよ。モノレールがとターミナルに直結しているところがすごく快適に待ち時間とかも過ごせるからすごいいいと思います。江戸の街を再現したこちらのショッピングエリアではお昼時とあって大混雑なんですが、ほとんどが外国からではなく日本のお客さんなんです。羽田空港発着の国際線は来年2月までに11カ国17都市に拡大されるが、現在は北京、ソウルなど4都市への運航だ。今日は見学でございます。魅力っていうとやっぱりあっちなんか太ってるの分かるでしょ。お食事殺到する日本人観光客にお店からはこんな声が。今日はおそらく150万ほど行くのではないかなと思ってた以上にですか。2倍ぐらいですかね。まだ日本人の観光客の方が多いです。圧倒的に多いだと思います。国際線ターミナルと国内線ターミナルの間は電車かモノレール、バスでの移動が必要だ。国際線ターミナルからの無料連絡バス乗り場はご覧のように大行列です。開けていただいたら観光で来てる方と乗り継ぎするものと、すごいディズニーランドみたいですね。新たな観光地となった国際線ターミナル、24時間営業ということもあり、この人気はしばらく続きそうだ。